今日は南海電鉄潮見橋線西天ガチャ駅に来ています。ちょっとひなびた趣のある駅舎やね。1915年9月に開業したから開業して100年以上経ってるってことやね。この駅舎はいつ建ったのかわからんけど相当古そうやな。そうやな、コンクリートの朽ち方見てもわかるな。ところで問題です。最近クイズ付いてるけど今回はいきなり冒頭からクイズやな。どんなクイズ？ここは西天ガチャ屋駅ですが、もちろんラピートも停車し、大阪メトロ堺筋線の終点でもある天ガチャ屋駅もまた別にあります。そら知ってるよ。大阪メトロ堺筋線は阪急京都線に直通で乗り入れしているから京都に行くのにも便利やしな。結構天ガチャ駅では外国の人見るで。では次の3つのうち実在しない駅はどれでしょう。1番東天ガチャ駅、2番北天ガチャ駅、3番南天ガチャ駅。ここは西天ガチャ駅やから東西南北のうち3つは実在して、どれか1つが実在せえへんってことやな。しかし天ガチャ屋って名前のつく駅が4つもあるってこと、それ自体もともと知らんかったし全く想像もつけへんわ。さっさと降参するから早う答え教えてな。はい、答えは3番南天ガチャ駅でした。1番東天ガチャ駅は阪海電車の上町線、2番北天ガチャ駅は阪海電車の阪海線にありますが、3番南天ガチャ駅はどこにもありません。天ガチャ屋という名前のつく駅はお気づきのように4つもありますので、特に南海電鉄本線の天ガチャ屋駅以外の駅名を聞いた時には間違えないように注意しましょう。結局それが言いたかったんかいな。回りくどいクイズやったな。それでは参りましょう。カモン開門アット西天ガチャ屋。お豆腐屋さんがあるな。豆腐も日本の食材やね。日本というよりも東アジアのいろんな国で豆腐はそれぞれのお国の豆腐がある。アメリカのスーパーでも普通に豆腐で販売されているけど、それは日本の食品メーカーがアメリカに輸出したのが始まりと言われている。大豆のみでできているからアメリカの人はダイエットを気にする人とかヴィーガンの人とかが好んで食べるらしいよ。でもどうやって食べてるの？絹ごし豆腐は日本人の冷ややっこと同じように醤油をかけてそのまま食べる場合もあるけど、スムージーに入れたりティラミスやプリンを作ったりお菓子作りに使う人もおる。豆乳みたいに牛乳の代わりにする人もおる。木綿豆腐は豆腐ステーキ、豆腐ナゲットなどにするらしいよ。へえ、最近日本人も豆腐ステーキ、豆腐ナゲットは食べるようになったけど、ひょっとしたらアメリカから逆に輸入してるんかもしらんな。どっちが先なんかは分からんけど、ベジタリアンレストランではもちろん定番やし、すっかりアメリカの人にも普段使いの食材として豆腐は根付いているな。ほんならせっかくやから日本に来たら本場の豆腐を食べてみるのもええかもしらんね。安いし冷ややっこやったら醤油かけるだけやから簡単やし。 That's right。 なんで急に英語やねん。さてお豆腐の話はこの辺にして、この道の突き当たりのあのアーケードが見えるでしょうか。銀色の屋根っぽいやつやね。その下を通行人が左右に行き来している。そう、それです。とりあえずあの商店街まで行ってみましょう。了解。銀座商店街の入り口まで来ました。東京の銀座は有名やけど、この辺りも銀座っていう地名やの？いえ、この辺りは千本北2丁目と立花3丁目の間で銀座ではありません。え、ほななんで銀座っていうの？関西ではあまり多くないけど、東京では本物の銀座以外にも銀座の名前がつく商店街があちこちにあるのを知ってる？関西人やし知らん。数え上げればキリがないねんけど、東京都品川区の戸越銀座商店街、東京都北区の十条銀座商店街、東京都江東区の砂町銀座商店街、あと大阪にも生野区に生野銀座商店街がある。
商店街の別名が銀座ってこと？別名ってわけではないんやけど、銀座が日本一の繁華街やというのは多くの日本の人が認めるところやんな。銀座よりこっちの方が栄えてるっていう人がおらんわけではないやろうけど、まあ大体そう思ってる人は多いやろうな。土地の値段が一番高いところも大体銀座やし。それは今に始まった話やなくて、1890年頃に銀座に百貨店がいくつもできて、急に人の集まる華やかな街になったのが日本一の繁華街の銀座の始まりと言われている。ずいぶん昔の話やけど、さっき西天ヶ茶駅が1915年に開業って言ってたから、それよりもまだ昔の話やね。そやな。その間銀座はどんどん発展していったんやけど、人が集まって華やかでどんどん発展する銀座にあやかって、東京の本物の銀座以外の場所でも銀座って名前を入れる商店街が自然と日本全国に増えていったということや。そういうことやったんや。ちなみにここの銀座商店街はもともと1946年に西天銀座商店街として開設されたらしい。このあと歩いて回る西天中央商店街は1938年、西天ガチャ屋商店街は1948年に開設されたという記録があるから、まあ今から80年くらい前、西天ガチャ屋駅ができてから数えるとその20年くらい後にこの辺も栄え始めて、商店街がいろいろできたってことやな。ほーん。世界史的にはいわゆる第二次世界大戦前後の時期やな。戦前戦時中は経済封鎖があったし、戦後も混乱で物のない時代やったけど、そんな時代でも商店街ができていったってことは、なんか生き残っていくための民衆のエネルギーみたいなものを感じるな。そやな。昔の人は物のない時代であってもそれなりに工夫して前を向いて生きてきたんやろうな。昔話ばっかりしててもなんやから、ほな銀座商店街から順番に見ていこうか。行こう行こう。スーパーマーケットがあるね。そやね。だいたいスーパーマーケットに来たら大概の食材は揃うから、この辺で素泊まりする時の食材を買うのに便利やね。そやな。ただ八幡屋商店街の動画でも言うたけど、英語表記はまずないと思った方がええから、見てわかるもんはそのままこうたらええけど、説明読まなあかんもんはカメラ翻訳アプリが必須やな。そうやな。これから万博までもう1年ちょっとやけど、スーパーで売ってるもんの英語表記が今後急激に増えるとは思われへんもんな。そやな。でも最近 AI が急速に進化してるから、万博の頃には相当翻訳精度も上がってて、スーパーで売ってる値札とかラベルを翻訳するくらいは苦労せんと母国語に翻訳できたらええなって思ってんねんけど。ほんまやな。あ、ここにも力持ち食堂がある。そやな。このチャンネルの鶴見橋商店街の後編でも紹介したな。結構いろんな場所にあるねんな。関西に多いけどね。大阪名物イカ焼き&沖縄の味サータアンダーギーの店って書いてあるけど、これ珍しいんとちゃうん？大概イカ焼きだけとかサータアンダーギーだけとかの店が多いけど、ここは両方とも売ってるんや。確かに大阪名物のイカ焼きとたこ焼きを両方売っている店はなんぼでもありそうやけど、大阪名物のイカ焼きと沖縄名物のサーターアンダギーを両方売っている店はあんまりないんとちゃうかな。ところでイカとタコは似たような形してて、イカの足は10本、タコの足は8本っていうような感じやけど、イカ焼きとタコ焼きは全然違う食べ物やから、外国から来た人にはちゃんと説明しといてな。時々丸い球状の小麦粉にイカを入れて焼いたのがイカ焼きやと思っている人がおるから。え、そんな人おんの？イカ焼きというと関西人はだいたい小麦粉のペーストにつけたイカをお好み焼きのように平たく焼いた料理か、イカの姿焼きを思い浮かべる。全国的にはイカの姿焼きをイカ焼きといって、イカをお好み焼きのように平たく焼いた料理をあえて大阪風イカ焼きという人もおる。例によって大阪は粉もん文化が強いから小麦粉つけたら大阪風ってことなんかもしらん。そやけど同じ粉もんでも関西以外の人でたこ焼きのタコの代わりにイカを入れたのをイカ焼きやと思って勘違いしている人も時々おる。へえ、安直な発想やな。
場合によってはイカを入れているのにもかかわらず、それをたこ焼きと称する人もいたりする。関西人が小麦粉でできている料理をそばと言ってしまうのと逆パターンで似てるのかもしらんけど。そっか。もちろんイカの入ったたこ焼きは本来たこ焼きとは言わんねんけど、料理そのものはタコの入ったたこ焼きと同じように美味しいから、また具合が悪い。まあ確かにイカとタコはさっき言ってたように似たような動物やし、似たような食感やからな。そうなるかもしらんな。実はここ西成はたこ焼きの発祥地でもあるねん。だからたこ焼きにはちょっとうるさいで。え、そうなん？ここから少し離れたところに会津屋っていうたこ焼き屋さんがあって、そのたこ焼き屋さんが当時はたこ焼きと言わずにラジオ焼きという名前で、たこ焼きのタコの代わりにこんにゃくと牛肉を具にして売り始めたのがたこ焼きの前身。後にタコを入れて売り始めたのがたこ焼きと言われている。へえ。たこ焼きの話ばっかりしてられへんから、会津屋さんの動画のリンクは概要欄に貼っておくから、また後で見とってな。話を元に戻すけど、ともあれイカ焼きは丸い形はしてなくて、小麦粉にくるんで平たい形をしているか、イカの姿焼きがイカ焼きやからな。了解。ここで右に曲がります。またちょっと雰囲気が変わったね。そうやね。ここはタイルが敷いてあって、さっきの銀座商店街の2年後にできたとこやね。ここにもイカ焼きがあるな。お好み焼きやたこ焼きほどメジャーではないけど、イカ焼きも立派な大阪のソウルフードやからな。ここはイカ焼き以外にも惣菜売ってたりするから、小腹が空いた時に惣菜買って食べてもええで。ほんまやな。二つに分かれてるけど、ここからまた別の商店街が二手に分かれて始まるねんけど、先に短い方に寄ってからまたここに戻って長い方に行こっか。了解。ダウンタウンって書いてあるけど、ここたこ焼き屋さんやな。ほんまにこの辺粉もんの店多いな。粉もんストリートって言ってもええくらい粉もんばっかりや。それだけ粉もんが大阪の庶民に愛されてるっていうことや。そういえばたこ焼きと似た料理で明石焼きというのがあるけど、その違いわかるかな？え、明石には漁港があって、その漁港で取れたタコを明石だこって言うみたいやから、その明石だこで作ったたこ焼きが明石焼きとちゃうの？ほら、そうくると思った。ほな、大阪の泉佐野市の漁港で取れた泉だこで作ったら泉焼きか？そうは言わんやろ。確かに。ほな、もともとたこ焼きは大阪発祥やから大阪でただ単にたこ焼きって言うけど、明石は大阪を真似して後から作り始めたから、大阪に対抗して明石焼きって言ってるとちゃうの？そう思っている人も多いかもしらんけど、違うねん。まず一番大きな違いは、たこ焼きはソースをかけて食べるけど、明石焼きはだしにつけて食べる。へ、でもそれやったらたこ焼きにソースをかけずにだしをつけて食べたら明石焼きになるんとちゃうん？ちゃうねん。2番目に違うところは硬さかな。たこ焼きは大概球体でコロコロと転がっていくように焼くけど、明石焼きは自分の重みで球体を維持できずにベタッとひしゃげてしまうくらい柔らかいもんやねん。へえ、でも柔らかく焼いたたこ焼きも時々ひしゃげてるのもあるけど。確かにソフトに焼いたたこ焼きはひしゃげてることもあるけど、でもたこ焼きはやっぱりだしにつけて食べずにソースをかけて食べるやろ。確かに。それにルーツも違っていて、明石焼きはもともと卵焼きと言われて、サンゴのイミテーションを作る職人が卵の白身を使って作るので、その際余った卵の黄身に明石で採れたタコを入れる食べ物やったと言われている。明石焼きという名前は赤石玉を職人が加工する鍋を流用して焼いたのがなまって明石焼きというようになったという説もある。たこ焼きのルーツはさっき話したようにラジオ焼きがルーツ。
だからもともと明石焼きとたこ焼きは別のもんやねん。へえ、やっぱりもともと違うもんやったんや。この辺はたこ焼き発祥の地やと言うたけど、またたこ焼きの話になってしもたな。たこ焼き談義はほどほどにして、ほな次行こうか。了解。分かれ道まで戻ってきました。今度は長い方に行きましょう。了解。でもこの辺は古い商店街やね。確かにこの辺りはさっき話した西天中央通り商店街で1938年開設やから一番古い。もうかれこれ90年近くになるね。へえ、だから古い感じがするんや。でもなんかこの辺民泊多いね。そうやな、古いお店を民泊に改装する家が増えてきたみたいやな。それに今日は西天ヶ茶屋駅からスタートしたけど、南海電鉄塩見橋線の終点は塩見橋駅で、そこから阪神電車に乗ったら神戸方面にも行けて便利やからな。南海電鉄の塩見橋駅って阪神電車に乗り換えできるん？阪神電車は桜川駅っていう名前の駅があんねんけど、南海電鉄の塩見橋駅と阪神電車の桜川駅は隣り合っていて、多分30歩ぐらいで阪神電車桜川駅に行けると思うで。30歩ってほんまにすぐ隣やな。次のカモン開門はその桜川駅からスタートする予定やから、今日はあんまり詳しくは話せへんけど、大阪メトロ千日前線の桜川駅にも乗り換えられるんや。へえ、塩見橋駅ってほんまに便利やな。そやねんけど、意外と大阪の住民には知られてないねんな。それが多分30歩で行ける隣の駅やねんけど、やっぱり駅の名前が違うからかな。塩見橋と桜川やからな、名前だけ聞いたら同じところにあるとは思われへん。近鉄で奈良へも乗り換えなしで行けるねんけどな。そう聞くとほんまに便利やな。だから民泊が増えているんやと思うけど、この辺は食事の面でも粉もんの店多いし、さっきのスーパーでお弁当買ってもええし、キッチンついてたら食材買って料理してもええし、どちらかというとネイティブに触れたい、ネイティブを知りたい外国の人におすすめの商店街かもしらんね。そうやな。ほなまた次行こっか。了解。はい、西天ヶ茶屋駅からスタートした商店はここで終わりです。向こうに約400メートル行くと大阪メトロ四ツ橋筋線岸の里駅があります。キャリーバッグ引いて歩くには結構あるね。冒頭のクイズで出た天ヶ茶屋駅は大阪メトロ岸の里駅からさらに400メートルくらいあります。確かに間違えると大変な遠さやね。合計800メートルやからね。阪海電車阪海線北天ヶ茶屋駅はその天ヶ茶屋駅から約300メートル先にあります。遠いのはもう大体分かったし、もうその辺にしてくれてええで。阪海電車上町線東天ヶ茶屋駅はその北天ヶ茶屋駅からさらに約800メートル先にあります。もう分かったって言うてるがな。要は天ヶ茶屋って名前のついた駅はたくさんあるけど、それぞれ別の場所にあって間違えたら大変なことになるってことやろ。その通りです。でも南天ヶ茶屋駅はありません。それって必要な情報？西天ヶ茶屋駅は南海電鉄岸の里玉出駅で、南海電鉄塩見橋線の電車に乗り換えて一つ目の駅です。それは重要な情報や。ともあれ、この辺は昔ながらの住宅街やし、今までは外国人とは割と無縁の場所だったので、英語の案内とかはあまりないので注意をしてください。リピーターとかで日本に興味を持ってくれた人が来ると、北とか心斎橋とかの繁華街とは違った雰囲気が味わえると思うで。銀座商店街はあるけどね。それは東京の繁華街の銀座以外にもいろいろあるって言うたやろ。はいはい、聞いた聞いた。それではまとめもできたようなので、今日のカモン開門はここまでにして、大阪の街にはまだまだ他にも面白いところがいっぱいあるから、次のカモン開門チャンネルを楽しみにしていてくださいね。この番組が面白かったと思う方は高評価を、面白くなかったという方は低評価をお願いしますね。これからもさらに動画をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではカモン開門カムトゥ大阪。